続いては週末におすすめの映画情報をクイズ形式でご紹介します。映画コメンテーター有村コント、アイドルグループふわふわの高校生メンバーが最新映画をクイズ形式で紹介します。彼女たちと勉強すれば映画がもっと面白くなる。ふわっと先生、アリコン先生、テンション上げろ。驚異の歌声を持つロックスターシンが出会ったのは、声が小さすぎるストリートミュージシャン風花。これちっちゃい。二人の歌声が出会った時、ぶっちぎりのミラクルが。風花、本気を上げろ。タコ、何歌ってるのか全然わかんねえんだよ。どうも、映画コメンテーターの有村コンです。ということで、ふわふわの皆さんでーす。お願いします。お願いします。紹介する前にですね、ふわふわの皆さんの新曲、なんかサビちょっとだけ聞かせてほしいんですけど。オリ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 ミ、君しか見えない。はい、ありがとうございます。音量上げろタコ、何で立ってんのか全然わかんないんだよ。が今日の映画ですということでですね、今日紹介する映画は阿部サダヲさんと吉岡里帆さんでしたね。阿部サダヲさん演じる生体ドーピングで驚異の歌声を手に入れたロックスターシンと、吉岡里帆さん演じる声が小さすぎるストリートミュージシャン風花の交流を描くハイテンションロックコメディ映画。だってしょうがないじゃないか。さあ、ということで、じゃあ早速参りましょう。今週のアリコンクイズ。カリスマロックミュージシャンシンはですね、恋にまつわるキャッチコピーを持ってるんですね。〇〇〇〇打天使。打天使なら落ちた天使。あ、そういうこと。キャッチコピーとは一体何でしょうか。来た。ミラクル。ミラクル打天使。原宿あたりでそうです。ミラクル打天使。何々する打天使。何々する。起きた。わかんない。悪さする。あ、まあまあそういうことだよね。じゃあ、パリピする打天使。パリピする打天使。だいぶオーバー。だいぶオーバー。ここで、アリコン先生からさらにヒント。じゃあ、こうやってロックスターこうやってやってんじゃん。その時、こう言うじゃん。これ、何するっていう。発狂する。あー、惜しい。あー、何惜しいよ、惜しいよ、いいのよ、いい感じよ。発狂じゃないの。来た、入るの。絶叫するだてんさー。うわ、正解。絶叫だー。絶叫でしたか。難しい。これは、ドーピングによって声を出すってわけで、注射しなかったら逆に言うと今度、パワーが出ないってことになっちゃいますよね。ということで、限界が近づいていて、彼は彼で悩みを抱えていたっていう。続いて第2問。阿部さんと吉岡さん以外にも個性派俳優が集結。そんな中から千葉雄大さん演じる新の担当マネージャー坂口からの問題です。バラバラなんだよ。内気で、まあ、泣き虫な千葉くんが役どころなんですよ。で、シーンにこき使われるんですけど、その千葉雄大くん演じる坂口がやった裏切り行為とは一体何でしょうか。裏切り。来た、エンド。レコーディングしたの全部なくしちゃった。ひどいね、それ。なくしちゃいました。来た。給料を知らない間に下げてた。いいね、お金の話大好きだ。やっぱ、ね、ちょっと給料上げてほしいなって心の中で思ってるの、それ。どう。いいね、下世話な感じでいいね。これね、ヒントはですね、この裏切り行為によって日本中に広がっちゃうんですよ。いい、お、エンドが難しい。くるー、さあ、来ました、ありがとうございます。ドーピングを言っちゃった。そう思った。正解。やったー、やったー。単純。これ実はその生体ドーピングをリークしてしまった、つまり週刊誌に売ってしまったっていうことなんですね。日本人に広がるんだ。これ実はね、7曲オリジナル曲をこの映画のために書き下ろしてるんですけど、そのシンが歌う曲はハイドさんの曲をしてるんですね。吉岡さんの歌う風花ちゃんの曲を提供したのはあいみょんさんです。この制作時点で1年前なんですよ。まだ全然あいみょんさんが世に出てない時に、だからやっぱ早いですよね。すごい、うん。今日の授業はここまでです。はい、じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。驚異の歌声を持つロックスターシンが出会ったのは、
よ。声が小さすぎるストリートミュージシャン風花。夏風が声ちっちゃい。2人の歌声が出会った時ぶっちぎりの未来